自動車メーカーのマツダは今年9月、量産を終了していたロータリーエンジンを11年ぶりに復活させました今回の復活は PHV ・プラグインハイブリッド車にロータリーエンジンを発電専用に搭載しようという試みなんですけれども、その狙いと今後の可能性について、の諸社長に伺ってままいりました先月16日に発売した、マツダ MX30 ロータリー EV。 世界で初めてマツダが量産化を成功させたマツダの独自技術ロータリーエンジンを搭載しています。ピストンが往復する通常のエンジンとは違って、おにぎり型のローターが回転し、大きさは通常のおよそ8。2%とコンパクトであるにもかかわらず、出力が高いのが特徴です。1967年初めてコスモスポーツに搭載。 ローータリーエンジンの名を世界に広めた RX7 をはじめ累計199万台を超える車に搭載されましたが燃費が悪いことや排ガス規制の対応が難しく RX8 を最後に2012年に生産は終了そこから11年ロータリーエンジンが動力としてのエンジンではなく発電機として復活その狙いは一体どこにあるのでしょうか 松田の,その象徴というかシンボルというとロータリーエンジンですけども今回そのロータリーエンジンを搭載した車を11年ぶりに復活されたと聞きました、はい、あれですよねそうです、うん、これれはどういう狙いい狙でで作られた車なんですかでこの電動化時代に電動化デバイスと組み合わせると、うん、ロータリーの良さが引き出せる、まあ、そういうことで、まあ、今回、うん、電動化デバイスと組み合わせてロータリーエンジンを発電機として まあ市場に投入しようと私2012年にそのロータリーエンジンを搭載した車をお辞めになった時にもうロータリーエンジンは終わったんだと思ってたんですけどもこの間ずっとその研究っていうかやっぱり続けけてこられたわでですすかそうですね、まあ、人数はさすがに、えー、一番多かった時期から相当減らしましてですねそれを我々のスカイアクティブという、えー、エンジンの方に振り向けたんですけどもそれでも。 えー、志の高いエンジニアはずっと残って、うんまあ、研究開発は続けてきてくれたとと、うん、いうことですそれはマツダという会社としてどういう思いい思があってローータリーエンジンジをやめなかかったんですかやはり、うん、一番重要なのは会社の、うんまあ、アイデンティティみたいなところだと思うんですね。うんまあ、やはり我々のうんとビジネス以上に、えー、心の精神的な、うんえー、大事な宝物のような存在であると。 だからビジネスには直接つながらないかもしれないけどこの技術だけはちゃんと開発をコツコツ続けていくんだとで時代に合わせて進化させるんだと、まあ、そういう思いでエンジニアの皆さんはやってきてくれたというふうに思います11月末時点で760台売れているという MX30 ロータリー EV 発電用ロータリーエンジンは 830cc 最高出力 125kW の高出力モーターを搭載しています航続距離はバッテリーだけで1 0 7キロを走行さらにガソリンで発電をすることで計算上8 0 0キロ以上走ることができます価格は423万5000円からです購入客のほとんどは EV に興味はあるが EV だと航続距離に不安がある人だといいます EV だと、航続距離がなかなか伸びないっていう点があるので、1回の運転が長距離になられる方というのはあの、ロータリー EV で航続距離を伸ばすことができるので、かなりお客様も期待を抱かれてるんだと思います実際に試乗した人は。やっぱり EV 使ってるときは、すごく静かで。 スーっと出ていったのと、ロータリーは昔若い時に RX-7 乗ってたことがあったので、もうなんかやっぱりそういうぐんとあの強い感じの踏み込みの感じがなんか良かったですね。乗り換えたくなりますね、これは。ちょっと迷っちゃいますね。この MX-30 にね、そのロータリーエンジンが搭載されているってうことなんですけど、これはその 車を動動かすす力でではななくてて発電機としてなんですよねおっしゃる通りですなぜそういう使いいい使方をしてるんですか発電機として一つのユニット、まあ、ソリューションとして一回作ってしまおうとうそうすると将来カーボンニュートラル燃料とか、まあ、そういったものが出てきた時にそういったものをロータリーエンジンを使う燃料として使えばですね、まあ、システム全体がもうカーボンフリーのシステムになると。 いうような狙いがあって、まあ、ロータリーエンジンを発電機としてまずは使ってみようというふうになりました具体的には例えば水素とかそういうことを想定されてるんですかそうですはい、まあ、水素も一つありますし、えー、まあナチュラルガスから作った燃料もあるし、えー、それから合成燃料もありますし、えー、LNG もあるとだからいろんなものを食べられる、まあ、汎用性といいますか雑食性といいますか、えー、そういったものがロータリーエンジンの特徴なんですね そうすると今はこの車は EV への橋渡しとして作ったけれども将来的には例えばそのロータリーエンジンで水素で動くような車を作るとかそういうオプションだってあるってことなんですか、はい、技術の拡張性としてはやっぱりそういったものを将来、水素のインフラストラクチャーができて入手容易性が高まってコストがこなれてくればですね当然ロータリーエンジンの新たな出番というのもあるというふうに期待をしています。 業界ではあの三菱自動車さんが、ねまあ、中国から撤退されるということで話題になりましたけども例えばまあ傷が大きくならないうちに、うん、将来的にはまあやめてしまうとかです、ね、そういうオプションというのは今は撤退という選択肢は私の頭の中はです、ねえー、0%、まあ、ただ中国という国はです、ね、政治的リスクもあるので。 まあ常々柔軟に見ていくということが必要になりますけど、うん、まあ今はですね我々が立てたプランをしっかりと実行していくということにフォーカスを当てたいといいとううふうに思います中国では松田さんもなかなか苦戦されていると聞きましたけれども今後、挽回ででできそうですかそううすすかねあの実際に中国はですね私あの、社長就任翌日にはもう中国に行きまして。あそうですか 我々中国に現地のパートナーがいるんでまあいろいろと話をして4日間ずっとつぶさに市場を見てきたんですけども、うん、相当変わってましたね、うん、ですから全く認識を改めていかないといけないというのうはやはり電動化の進捗が、うん、まあ日本が想定している多分4倍速ぐらいで進んでるんでものすごく官民一体となって進めてるなという印象 なんですね、つまり電動車を投入しないともう販売台数伸びないっていう感じになってる、はい、中国という市場に関しては、うんえー、電動化っていうのはおそらく半分以上になるまで一直線に進むだろうという半分以上にな,るなので、えー、市場で、まあ、ブランドを挽回していくためにはやっぱり電動車がいるよね、うん、という話です。うん まあ今お話ししていただいたようにもうその電動化も含めてこの自動車業界はまあ100年に一度の変革期だというふうによく言われますけども松田の場合は2030年に25%から40%とかなり幅のある電動化目標を掲げていらっしゃいますけどこれはこう言っちゃなんですけどもやれるかどうかわからないから幅が広いんですか、はい、いや我々が多分一番 うん、誠実というか真面目だから <laughs> そういうふうな表現になるんだと私は思ってるんです。うん、というのはですね黎明期というのは変動要素が非常に多ん例えば、えー、電池の技術の進化、うん、それから、えー、充電のインフラストラクチャー、うん、あるいは消費者のお好み、えー、それから政治的な規制の思惑、うん、こういったものがですね 常にこう変化してるんですよ。変数が多いですよ、ね。変数が多いんです、ね。<laughs> ですからいろんなことがやっぱり起こってくると。うん、で、ですから多分正解のない時代に我々入ってると思うんですね。うん、正解のない時代はやってみないとわからない。うん、間違ったらすぐ直すと。うん、で、変化してるものに適用できるかどうかと。うん、このスピードアジリティというのがですね、スモールプレイヤーほど求められるかなというふうに思ってます。うん 大きい会社だったりフロントランナーだととりあえずやってみようかっていうことがあらゆることに対してできるけれどもさっきおっしゃったようにそうじゃない会社は全部やるわけにいかないってことですよね。そうです我々は電動化ち着々と進めてるんですけれども、うん、バッテリー EV だけはものすごくリソースがたくさんかかるもので、うんうん、あボラティリティが高いものなので、うんえー、意思あるフォロワーの戦略でいくよというふうに言っているんです。意思ある フォロワーでありたいとおっしゃってる、はいるこの意味するところは何ですかあのまバッテリー EV に関しては規制でこれだけやらなければならないお客様が実際に買われるというところに私は大きなギャップが存在しているというふうに思ってるんですで、うん、そうなるとやはりお客様に選んでいただけるものをベースとして考えるとおそらくフロントランナーが考えているような形にはならない、うん でも我々は意思を持ってそちらのペースで技術の準備とか量産の準備をしていきたいですねというのがまあ意思あるフォロワーというものの営業とかマーケティングの経験が長いものさんから見てお客さんのニーズとそこにやっぱり帰りがあるっていうふうにあのやはりまだバッテリー v は値段も高いです。 あの対象に普及するようなものにもなってないです。それからまあ足元の一例で言いますと、我々 CX90 という大きな SUV がありましてアメリカにまあ今年導入したんですけど、まあプラグインハイブリッドを持っています。どん,どん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 ですね、まあテスラのお客さんがそれに乗り換えに来ているという現象が起きているんですあ、そうですか。つまり 100%EV のテスラからマツダの PHV に乗り換えてる。はい、そうです したがって1、まあ、つのソリューションに決め打ちすると、うん、いうことはですね、うん、おそらくお客様の選択の自由というものをですね奪いかねないというふうに考えるので<ー>、まあ、我々としては持っているマルチのソリューションをでき、うん、るだけお客様のライフスタイルに合うように、うんえー、パッケージングしてお届けしたいなというふうに思っていますなるほどじゃあ100年に一度の,その変革期を 勝ち残っていくための最大の条件っていうのは、何ですか。やはりお客様にフォーカスをする、変化にアジャイルに対応する。うん、まあ、そこに尽きるのかなと。うん、まあ、今回、あの、ロータリーエンジンの復活ということをきっかけにですね、インタビューをしてきたわけですけれども。この P. H. V. っていうのは、はい。 モーターも積むしバッテリーも積むそれからエンジンも積むし燃料タンクも積むと、うん、結局積むものが多いので、えー、コンパクトに収めるという意味ではやっぱりロータリーエンジンが使えたと、うん、しかも発電だと一定の回転をずっと維持していればいいので、うん、まあそういう意味でも非常にロータリーエンジンがまあ向いていたということなんですけどね、うんうん、このなんていうかもともとロータリーエンジンって強い走りとかスムーズな走りを目的にしたものですから、はい、このなんかちょっとこう絡めての発想というのはどういうふうにご覧になりました 大変面面白白い VTR ででしたたねめ、うん、めちゃめちゃゃかったです、うん、でやっぱりマツダっていうのがまず非常に独特な会社なわけですよね、うん、やっぱり日本の中でも他のメーカーと完全に一線を隠しててずっと独自技術っていうのを追求してですねロータリーエンジンとかスカイアクティブとかあとデザインも非常にこうデザイン性が高いので実はあの世界的に見てですねアメリカでも日本を中心とアジアでもヨーロッパでもまんべんなく結構売り上げられてるメーカーって実は日本の中だとマツダだけなんですよ。うん だからそのくらい尖ってるからマスにはいかないんだけど一部のところに支持される、うん、なのであの結果としてこうなんですかロータリーエンジンみたいなものも長くやっぱりアイデンティティなので捨てないんだと思うんですよね<ー>。うん で例えばあのソニーの CMOS センサーってあるじゃないですかうん、うん、あれも実は今すごいブームですけど、うん、40年前から始まっている技術なんですようん、うん、だから結構こういうこだわりのある会社っていうのは無駄にも見えるんだけど、うん、そういったものを粘り強く続けることで、うん、まさに今回また絡めてで花が開くっていうね、うん、でこれ社内も当然盛りり上がりますよね,すよね、まあ、今日ねそモロ、はいえー、さんのお話の中ではね、はい まあ大事な宝物とかアイデンティティとか DNA とかねロータリーエンジンをこう言うときにそういう言葉が出てくる、はい、こういうまあ無形資産を持っているっていうことが企業にとってやっぱり非常に重要な意味を持つ局面というのは必ずあるっていうことなんですね、はい。間違いないですね。うん、で特にこれからの時代はそうだと思うんですね。うん、従業員もこれから流動化たか性が高いですから、うん、やっぱりこの会社のアイデンティティが重要になってきてる。つまりはマツダすごい強いですし、うん、何よりお客さんですよね。マツダファンって大体ずっとマツダファンなんですよ。<laughs> たまに VTR に出てきたの女,女性の方なんかもきっとそう。 だからのアメリカでもヨーロッパでも結構それなりに、まうん、ニッチだけのシェアを取れるんですよね。さて、その電動化ですけどもね自動車各社はね。 いろんな目標を掲げているんですね、はい。まずトヨタは2030年に販売台数の3分の1にあたる350万台を EV にするとしています。うん、また同じ2030年にマツダは25%から40%、うん、スバルは50%を EV にするとしています。まあ我々はねともすればこういう目標が高い方がいい会社で、しかも達成度が高い会社がいい会社だというふうにまあお伝えしがちなんですけども、はい、でこれマツダは25から40で随分幅があるじゃないかと、うん、やる気あるんですかっていうような。 気持ちもちょっとあって社長に聞いたんですけれども、いや、これが誠実な答えなんですよとおっしゃってましたね <laughs> あおっしゃおっしゃる通りで、うん、私は小野さんのほうが誠実だと思うんですよ、うん、本当に。あの 私も自動車業界結構関わってるんですけど、うん、分からないです正直、うん、全くこれは実は経営陣でも見通しが今世界中立ってないんですね、うん、でその中でちょっとこれ難しくなってきてないかっていう感覚がそらく世界中で中国を除いてあるっていうのが今現状です、うん、それからもう一つは世界中でね今自動車って局地戦になってきてるんですよ、うんうん、昔は世界全体見てればよかったんだけど、うん、国とか地域ごとにあまりにも状況が違っていて規制が違ってきます、はい、目標が違ってきますもんね やるぞもう EV でこれから世界を牛耳ろうと思ってたわけですけど、うん、なんかうまくいかなくてちょっとトーンダウンしてきてるのがヨーロッパ、うん、でアメリカもちょっと似たようなところがあるんですが、うん、あの中国だけはもう独自で突っ走っていて、うん、もう圧倒的に EV メーカーがベンチャーも含めて台頭してるわけですよね,ね全く状況が違うってこというこだから EV が先行している中国、はい、あるいはまあそれを目指しているヨーロッパと、はい、それからまあ ガソリンあんまり気にしないアメリカと日本とではまあ状況も違うということなんですよ、ねはい。ですから少し前まで自動車メーカーってグローバル化コンセプトみたいなのがあって、まあ一個の車を世界中で売ってこうみたいな戦略が結構大事だと言われた時期もあるんですけど、もうそれは通用しないんですよね。各地域でどの地域に自分たちは張るのかということを考えながらかなり慎重に戦略をつくっていかないといけないということですね。まあそういう中でね、はい、そのモロさんは自分のマツダの会社のことをまあスモールプレイヤーとおっしゃってましたけども、はい、まあトヨタのように大きな 大きい会社なら、どこでも全部貼っていけると。うん、でも、だけど、自分たちはそうじゃないんで、フロントランナーではなく、意思あるフォロワーでありたいと。おっしゃってました、ね。こ面白い言葉ですよね。うん、これ、私は本音だと思います。うん、で、どこをフォローするかっていうと、おそらく、ちょっと、これ、あの、松田の方は言いづらいと思うんですけど。トヨタだと思うんですよね。うん、というか、資本提携してますから。うん、ですから、今のおそらく、プラグインハイブリッドなんかにも、きっと、トヨタのいろんな製造方法とか、ノウハウが入ってきているはずで。うん でトヨタが結構いろんなところを、まあ、巨人として張って、うんまあ、ある意味ちょっと松田から見ると失礼な言い方かもしれないけど実験してもらって、うん、あこういう地域だとこういう美術がいけるのね、うん、みたいなことをやって、うん、それをこうしある意味したたかに見て、うん、でどっかでじゃあここでうちは勝負できるんだなってやっていくっていうことなのかなと思ってます。けどす、ね、いいですけども、はい、いつその意思を 発揮するのかっていうこのタイミングの見極めはそれはまあ経営者にとってはね大変なことですよね,すね。はい